京奈和自動車道から市街を望む五条市は奈良県南西部の市。南は地域の中心都市。五条市中心部周辺の空中写真。2011年11月26撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。吉野川流域に位置し、山和国と木の国を結ぶ。 交通の要衝として、また、吉野山地への入り口として、古来より重視されてきた。吉野川が、市の中央を分断するように整流している。金剛山と吉野連山に囲まれており、市街から少し離れると、急坂が多くなる。市役所が五条を名乗る一方、JR 和歌山線の駅名は五条駅と表記されている。 こうした中で2002年7月1日、市内で局名に、五条のつく、郵便局五局の表記が、一斉に、五条五条と改定された。五条表記、五条表記、条」の表記についての運動古代の内軍の地であり、内神社をはじめ、大和に移住させられた、あたはが祀った阿田姫神社などの演技式内社が、鎮座する。また寺には、奈良時代に、 藤原中丸が創建した八角堂も残る。南北朝時代の1348年に南朝の本拠地である吉野が陥落した際に、五村上天皇がが明星に入り、一時期南朝が置かれた。1600年に松倉重政が関ヶ原の戦いの論功で領土を与えられ、山と五条藩が成立。 江戸時代に入り1616 16年に、茂政が島原藩に違法されるまで存続した。茂政は五条藩では、城下町である新町の信仰に努めてその後の繁栄の基礎を作ったが、島原藩違法後は圧政を指き島原の乱の原因を作った。その後、幕府の天領となり、1795年に、 五条大観所神屋が設置され、川尻春之が赴任し、以下、池田正樹、辻守真悠、竹内新坊、矢島東蔵、青山秀方、美野聖路、竹垣直道、小田又七郎、山上忠志保、内藤正林、松永博貫、鈴木正信、中村はじめ学が赴任した。多数の街道や吉野川の水運など、 交通の便に恵まれ、南山と統地の中心地として栄えた。旧奇襲街道にあたる新町通りが、町の中心で、現在も、王子を忍ばせる家屋が多数残っている。1863年8月17日、天中組が、五条大干将襲撃、大官鈴木正信を殺害し倒幕運動の放火を挙げた、ことでも知られる。天中組の本人は、 桜井寺に置かれ、一時、五条仮政府を名乗った。明治初年の一時期五条件が置かれた。1912年9月22日の暴風雨により、内郡五条町域で二条三尺もの浸水被害があった。議員、十二人名を、衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県第三区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、五条市選挙区となっている。 市内北東部の住川町には、工業団地テクノパーク、奈良屋五条木材工業団地や、新興住宅地である、エルベタウン五条、ルネッサンスコートなどが、京奈和自動車道五条北インターチェンジや、北、内小学校にほど近い拠点町には、北内工業団地が立地する。市内北西部には、旧山戸団地が開発した、ニュータウンである、南大和ネオポリス、夏見台。 ベルデステージが広がっている。商業施設は、ファッションセンター島村五条店、イオン五条店、大桑五条店など、多数の店舗があり、国道24号線沿いに集中して立地している。一方で、国道から外れた五条駅周辺や、市役所周辺の商店街は、衰退が著しい。また、その国道も軽縄自動車道五条道路の、開通によって、 交通量が減少している。2005年4月には、隣接する和歌山県橋本市に、地域最大級のショッピングモールが開業した。院は、周廃局。五条市内の郵便番号は、以下の通り。奈良県統計2005年の人口は、五条市、西吉野村、大東村合算山大阪都心部に直通する、鉄道路線を持つ、隣の橋本市、大淀町に比べて、 交通の便が悪い。両市町では、ベッドタウンとして、宅地開発が進み人口が急増したのに比べて、五条市の人口は横ばい傾向であった。消防、救急、救助医療高等学校中学校、小学校スイッチバック構造だった頃の北内駅、五条インターチェンジ、奈良県の市で唯一、近畿日本鉄道の路線が通っていない。五条市は、大阪府。 和歌山県方面、吉野山地方面に向かう道路の結節点になっている。明星が竹と周辺の山陽栄山寺八角堂、五条新町五条大館所長屋門古代から近世に至るまでの史跡が市内に点在する。ありがとうございます。